ヨシフ・スターリンの死と国葬では、第2代ソビエト連邦最高指導者、ヨシフ・スターリンの1953年3月5日、脳卒中が原因となった、クンツェボダーチャにおける74歳での死と国葬、4日間の国民的複物経緯について述べる。その後、スターリンの遺体は、防腐処理され、1961年まで、レーニン・スターリン病に葬られていた。ニキータ・フルシチョフ、 ゲオルギー・マレンコフ、ビアチェスラフ・モロトフ、ラブレンチー・ベリアが葬儀を取り仕切った。プラウダに掲載された、スターリンの病状に関する、初の報道。脳卒中発症の3日後で死の前日にあたる1953年3月4日付の、プラウダ63号。3月1日の脳卒中発症の4日後から、没する7時間前に至るスターリンの病状に関する、報道。 1953年3月5日付のプラウダ64号。スターリンの健康状態は第二次世界大戦の終わり頃から悪化していった。慢性的な喫煙によるアテローム性、動脈硬化により1945年5月の戦勝パレードの時期に軽い脳卒中が起こり、1945年10月には重度の心臓発作に見舞われていた。スターリンの壮烈壮烈の花は、 スターリンの人生の最後の3日間は、ソ連当局による最初の公式発表の媒体となったプラウダで詳細に記述され、その後すぐにソビエト報道の最新要約で完全な英訳版が発表された。ボルコゴノフの記述によれば、1953年2月28日、スターリンとマレンコフ、ブルガーニン、ベリア、フルシチョフら少数の側近が集まり、 夜間の宴会を楽しんだ。3月1日午前4時頃、客たちは解散し、スターリンは自室に戻った。呼び出されるまで邪魔をしてはならないという厳しい指示が出された。その日は1日中呼び出しがなかった。3月1日午後11時頃、家政婦が注意深く彼の部屋に入ると、パジャマ姿のスターリンが床に横たわっていた。意識はなく、息も荒く、失禁しており、 呼びかけても反応がなかった。呼ばれたベリアは、スターリンを見るなり、意識不明は、酒が原因だと言って去っていった。ソ連空軍による分裂飛行3月2日午前7時、ベリアと医学専門家たちが招集され、スターリンの診察を行った。診察の結果、血圧110から190、右半身麻痺が認められたことから、高血圧症の既往歴があったスターリンは、 左中大脳動脈の出血性脳卒中を起こしたと診断された。その後、スターリンは様々な治療を受け、120から210まで上昇した血圧を下げるため、2日間で8匹の肥料を2回に分けて首と顔に当てられた。しかし、病状は悪化の一途をたどり、1953年3月5日午後9時50分に死亡した。その後、 遺体は詳細不明の場に運ばれて解剖を受け、その後公開安置のために防腐処理が施された。解剖報告書の原本は最近まで発見されなかった。しかし、最も重要な所見は1953年3月7日のプラウダの特別速報で次のように報告されている。イーベースターリンの遺体の病理学、解剖学的調査病理学的検査により、 左大脳半球の皮質化中心の領域に限った大きな出血が認められた。この出血によって脳の中枢領域が破壊され、呼吸と循環に不可逆的な変化をもたらした。脳出血に加えて心臓の左心室の著しい肥大、心筋、胃や腸の粘膜に多数の出血、血管のアテローム性動脈効果が認められた。 動脈効果は特に脳動脈において顕著だった。これらは高血圧症の結果である。病理検査の結果、イーベースターリンの病は脳出血の瞬間から不可逆的な性質を持っていることが判明した。したがってすべての治療の試みは好ましい結果を導き出し致命的な結末を防ぐことができなかった。赤の広場に向かう。 装甲兵員輸送車モロトフに私が彼をやっつけたと言ったことで、ベリアに疑惑の目が向けられたが、スターリンの治療を故意に遅らせたと思われる。ベリアの陰謀を示唆するものはなく、検視の際に見られた身体的変化は、以上の通りのおそ中患者に一般的に見られる脳の変化と一致していた。ラブレンチー、ベリアの息子であるセルゴ・ベリアは、スターリンの死後、母のニーナが夫に、 あなたの立場は、スターリンが生きていた時よりも、さらに不安定になっていると伝えたと後に語っている。数ヶ月後の1953年6月、ベリアは、逮捕されて様々な罪で起訴されたが、スターリンの死に関連した罪はなかった。その後、彼は、かつての政治局の同僚たちの命令で処刑されたが、それがいつ、どこで行われたかについては、相互に食い違う説が存在する。 三月六日、スターリンの遺体が入れられた棺は、労働組合会館の円柱の間に安置され、三日間、そこに泊まっていた。三月九日、スターリンの遺体は、赤の広場に運ばれ、フルシチョフ、マレンコフ、モロトフ、ベリアが演説を行い、その後、傭人たちによって、霊人病に運ばれた、スターリンの遺体は、ウラジーミル霊人の遺体の横で1961年まで、 安置された。モスクワ時間の正午に、スターリンの遺体が安置され、クレムジンのスパスカヤ等の鐘が時を告げると同時に、クレムジンからは21発の長報が発射され、ソ連全土でサイレント、クラクションが鳴り響き、黙祷が捧げられた。他の東欧諸国、中国、モンゴル、北朝鮮でも同様の行事が行われた。黙祷が終わるとすぐに、 文学隊がソ連国家を演奏し、その後、スターリンを称えて、モスクワ軍管区の部隊による分裂行進が行われた。スターリンの筆品に告別するため集まった市民たちが、将棋倒しになり、押しつぶされたり、踏みつけられたりして圧死するものが相次いだ。後にフルシチョフはこの事故で109人の群衆が死亡したという数字を出しているが、 実際の死亡者数は数千人に上る可能性もある。アガニョークによれば国葬の参列者には以下の外国要人が含まれていた。チェコスロバキアの指導者ゴットワルトはスターリンの葬儀に参列した直後の1953年3月14日に動脈が破裂して死亡した。アルバニアのエンベルホッチャ首相やメフメット、シェフ副首相は アルバニア労働党内の政敵の動きを恐れ、葬儀に出席するために、モスクワに出向く危険を犯さなかった。その代わりにホッチャは、個人となったソビエトの指導者に、永遠の忠誠を誓った。グアテマラのハコボアルベンスグスマン政権はスターリンを偉大な政治家、指導者であり、その死は、すべての進歩的人種によって嘆かれていると称賛する、談話を発し、グアテマラ議会は、 一分間の黙祷でスターリンに敬意を表した。ありがとうございます。